今さでも結構さ聖書残してんの、あの過去さ引いたやつあったじゃん、 あれローマですとか残してるわけよ。また保存しちゃった、ぶっ壊れ現象かな。まあそうかもしんない。ちょ引いて、押していい、うん、パチパチリンコ。おい、長えよ、漂ってんじゃねえよ。来た、よし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 、引けもうお前、引けよ。あーローマ来るな。取って出せよマジで。取ってトレーニングコーチ、いや生贄にしちゃったんだよね。え、あの契約切れたから、知らず集まってるんだよローマの選手。あの取ってうちトレーニングコーチ出しちゃったよって。えってマジか、ここでやめとくか。ちょっと一回止めます。ちょっと話し合いした結果、引いちゃおう。引き切る、引く、やっぱね、引かないと。うん、最後、俺ら6ペン来たんだよ、あの時。黒引き切る、あー、玉が、あー、玉、玉すーごい。あそこに目がけてね。これ、意外と長いんだよ、これ。おい、2つとか行くなよ。あー、やばい。金はもういらんて。返せ、早く。もうまたがせるな。こんな、お前。ふざけんじゃないよ、金箔。ローマ。ローマ？うん。え？トッティだから俺トレーニングコーチ出してますからって張り紙しとったもんの前に。あ、やばい、選手枠には空きがないって。あつこちゃん、うん、ちょっと広げたんだよ、そのやる前にね。なるほどね。一応でもまあ今メンバーだ、 今出たメンバー出すのもったいないから。もったいないね。どうなんだろう。ザコは、ザコ出したんだ結構もう。パンパンやね、もう結構。トレーニングコーチにしても来んの？トレーニングコーチにさ、夜生贄してないの、まだ。トレーニングコーチに転身だけさせたの。あ、じゃあそれだったらいいんじゃないの。それだったらいいんだよね、多分。いいんだ、絶対いいと思う。だよね。うん。それでもう一個来ちゃったって言ってたら、双子かって言われるから。そうだよね。そうだよ、だってお前同じチームにさ。あ、そうだよ、だからあそこに置いておけばいいんだよ。そうそうそう。ぶわって。じゃあトレーニングコーチにさせようか、何人か。うん。OK。双子かって言われるから、ちょっと待ってください。はい、トレーニングコーチリストにちょっと入れたんで、やります。さあ引け。もう俺らはね、数々のね、あれあるから。ロッペンとか最後来てるから。ロッペン来てるんだよ、最後来るんだよ絶対。最後来るよ、来てくれ。でかいのね。あ、いいスパイク、でっかいの。うわぁ、これスアレスが履いてるスパイクだよね、確か。誰だろう、知らない。知らん、サルビオだって。ベンフィカだ。ベンフィカとかベスト16の下の方やん。下の方よ。まあでもまあまあ使えそうだね。あ、そう、うん、ボールコントロール83、ドリブル85、スピード87。まあウィリアムちょっと劣化版みたいな。なるほど。まあそういうの使わねえんだよな。まあ使わねえんだよ。そのね、あのネイマールとかディマリアとかいるからね。そう。あ、大丈夫だね。こっちだね。さあ。頼む。クリロナ来いよ、いい加減。全然出ねえの。もう来いよ。奥の方にいんだろうね、一番ガチャの。うん、もうさ、これ怖いな、まばらやな。もう結構出てるからね、黒が。やめろ、2つ止まんな。あ、ちょ、待って。やめてくれ。長いよ、やめてくれ。よし。よし。引け。マジ引け。ああ、いい。うわ、来た。なんだ、誰だ、飛んでる。誰だ、顔見せて、早く。だな、変な髪型してるわ。ピスタチオロード。マジでピスタチオやろ、腹立つわ。なんでこいつ引くの。え、これ捨てたやつ。これ捨てたやつじゃん、俺らのね。俺らの、うん、あの1個前かの撮ってきてた時の、あの、ね、サムネじゃなくて、あの題名に書いたやつ。あ、ピスタチオやろ。そう。中身出したのかな、あいつの。こいつマジで封印しといて、トレーニングコーチで封印しといて、これ一生封印します。封印。もう気持ち返せよ今の。変な髪型のやつ戻ってきたなと思ってたのよ。あの丸いってところ切ろうかな、ハサミで。スッキリしろって本当に。あ、まだある、まだある、まだ引く。燃えた今のは。おおうわっしゃ来た。来るよ、ま、この店のお詫びじゃない、これ引くっていう。ギャッ、来てよお前、ギャッて。あ、ドラクスラ。ほう、いいよね、すごいいい選手だけどさ、どうなのこれ。ウィニングレベル集まってきてない。
次オオカミの方集まってきてるわ。内田が仲いいんだよね、ウッチーが。いやーまあピスタチオなんであの豪華に蹴り込めるあんなにあいつのくせになんであんないいさ感じのさ、しかもナイキだったからさ、来たみたいな、左利き足だしね、うん、ブイブイに感じたぜみたいな。まだあるわ、ここだ、ここ 1てん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 、そこだ、真ん中止まんね絶対。長いんだよねなんかパターが。そう、おらーい、おーい、つま先、はい、誰誰誰、求めてない、ボルスブルクだ、集まり出してる、集まり出してるよ。これとかにも初期の方来れば使えるんだけどね、相当。まあね、初期の方でしょそんなの、うん、もうお前何ヶ月経ってんの発売されてから。本当だよ、あとあとあと あと1回、え、気づけば、嘘だろ、いけまあでも俺はね、ルイス・グスタボ来てくれたから相当いいかなと思ってるけどね、うん、もうウィリアムも来たし、なんかあのやっぱりさ、選手持っててもさ、絶好調好調の選手って俺ラカゼタとか出しちゃったのよ。なんで？あのもうあのいらないかなと思って、あのラインブレーカーでベンゼマとかと被るじゃん。あまあ、ね、でもやっぱりさ、持っといた方がさ、絶好調の時とかあるじゃん、うん、今絶好調だしね。引けよ、なんかこれもしかして、これめっちゃいいじゃん、引いてる、なんかえ、マチュイジじゃない、マチュイマチュイジだ、マチュイジ来たよ、マチュイジ来たえ、マチュイジ来たやん、え、来た、来ました、やべ、目いて、え、目開けすぎた今こいつね、なんか急に目腫れたんだよ、俺目腫れてね、そう、八重樫みたいになってね、ボクサーのボクサーの八重樫って知ってます、いて興奮しすぎたよ、いって目めっちゃ開いちゃったよマジでこいつ目が急に腫れてね、本当きたー、誰かに顔面ボコボコにされたんじゃないかって顔になってね、かかだね、目かかない方がいい、うん、マジで来たじゃん、来たー、これドアたりだよ、わー嬉しい、いや、マッチュイにルイス・グスタボだからウィリアムいるよ、まあちょっとね、うん、ちょっとウィリアム、え、めっちゃ当たりきたわ最後、いや持ってるわ、ちょっとこれでマイクラブ欲がね、うん、やろうか、頑張ろうかなみたいな、いやー感動したわ今、でかい、いやマッチュイディは、で、ね、今フォーメーションがね、あ、そうだ、監督をね最後見せましょうか、う、ね、ペップじゃないんですけど、なんとかっていう監督でこんな感じのフォーメーションにしてて、まあここしそこなんですけど、マッチュイディにしようかなみたいな。大事なのはでもここじゃないでしょ、みんなが知りたいのは多分設定だと思うんだよね、そう、あの要はディフェンスラインの高さとか、そうそうそう、ちょっと待って、どうやって見たっけ、あの前のイグナシオ・ディエゴの時、うん、はディフェンスラインの高さがかなり高くて、そうで結構やっぱ裏きつい、リトリートでも裏きつい感じだったんだけど、やばい疲れた今ので、いやー来たよ、いやチュ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 、いやマチュイディ来ると思わなかったね、俺マジ欲しかった、マチュイディがあのムチムチ高減、そうこれですね、1種類目キャッターモールっていうのを新しく取ろうかなみたいな、でこれね、そうこれはね、オフェンシブ戦術はポゼッションショートパスサイドで、サポート距離がめっちゃ大事で、そうサポート距離が4で攻撃人数多いで、守備リトリート中アグレッシブで、ディフェンスライン高さ低いんだけど、いいんだよね、これがでもディフェンシブにするとさらにサポート距離3になるんだよね、そう3になって、さらにサポート距離も3になって、ディフェンスラインの高さも3になって、リトリート中央、まあプレッシングアグレッシブなんですけど、まあ、これはいいとして、まあね、リトリート中央でディフェンスラインの 高さがこれだけ低ければ、まあなかなか裏でねパッとはやられねえだろうってことで、でまあよく言えばポゼッションショートパス中央が良かったんですよ、攻撃サイドは、攻撃エリアね、エリアただこの ポジションを見て、やっぱこの右にこのロッペンが張れるんだよね。でね、今まで使ってた、まあ、イグナシオ・ディエゴを見ると、イグナシオ・ディエゴちょっと比較してみると分かるんですけど、イグナシオ・ディエゴこれなんだよね。そうディエゴはサポート距離がめちゃめちゃ遠くて、でディフェンスラインの高さもバリ高いんだよね。それでこれをディフェンスにしてもね、ディフェンスにしてもやっぱこれだけ数値としての差があって、そうオンディビでやっぱりレート上げられてたのも、やっぱここら辺のやつをしっかり設定したから、そうやっぱりできてるっていうのもあるから、そうなんですよ。だからまあでも多分TS が今上がってないから、そう今新しいの取ったばっかりでTS を上げてる感じだからそうもうちょっとしたら試合動画出せるったら出そうかなみたいな
そうですね、感じで思ってて、でまあフォーメーションは、まあ、新しいやつも分かんないよ、もうボランチャ激戦だね。いやマスケラーノとか見るからね、うん、まだどうなのって話なんだけどね。まあこんな感じでフォーメーションにちょっと変えて、まあネイマールセカンドトップにして、まあディマリアオフェンシブのロッペンが右で、シソコをセントラルにしてディフェンシブやられてると。そうそうそう、ここがねもしかしたらマーチュイディになるんじゃないの。マーチュイディはここだね、シソコのところ。あ、そう、そう、セントラルがあれ でグスタボここだね。グスタボだね。でここはウリアン来るか来ないか。まあまあ、なるほどね、お前の調子だぞ。ディマリアここなんだ。そう、まあディマリアがここでもいいんだけど、まあ、ネイマールがここの方が、ネイマールの方がでもなんか、まあそうだね、まあ、よりこちょこちょで、まあ、この辺はまあ好き好きっていう感じでね。ちょっとこれ今 TS81 なんで97ぐらいになったら対戦動画ね。そうだね、ちょっとしばらく撮れてないんですけど、マイクラブ、まあ上げれたらなって思ってるんで。そうそうそう、まあオンディビがそろそろもう900入るからね。まあオンディビで、まあ、先にオンディビを1個もしかしたら挟むかもしれないんですけど、マイクラブもね決してやめたわけじゃないんで、まあ、もしかしたらもうオンディビがね、もう900になったらそんな分別に上がんないっていうか、動画は別に上げないから、まあそうだね、まあ、マイクラブの方になってくるでしょうと。またまあということでね、まあ、ちょっと期待していてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイ。